上部から見下ろす白馬大設計白馬、大設計上部の登山者白馬大雪系は、長野県北安ず郡白馬村にある設計。日本三大設計の一つ。全長3 5キロメートル標高差6 0 0メートルある日本では、最大規模の設計。白馬岳と石子岳により形成される谷にあり、両山の東方に位置する。登山口の猿倉から大設計までは、 白馬大設計遊歩道になっており、約1時間半で到着するため、大設計ケルンまでは手軽にハイキングが楽しめる。大設計末端に白馬しい小屋があり、雪崩による倒壊を避けるため毎年営業終了後の秋に山小屋は解体され翌年の春に組み立てられる。大設計後半は、傾斜がきつくなり、それより先は白馬岳への本格的な登山コースとなる。 雪上には歩行コースを示す赤い子が巻かれており、これに従って歩行する。大設計ケルンを過ぎると右手には、境外石、3号設計、2号設計が見られる。周辺は、高山植物の宝庫でもあり、小梅系層、木の傘層、二輪層などが多い。例年にない小説や、猛暑などで設計の雪解けが進むと、クレバスや崩壊が発生し、 登山道の安全のため通行を止め措置が取られることがある。近年では2016年は9月1日から、2020年は9月20日から、設計内が一時通行止めとなった。長野県は、迂回路として、津賀池ルート、または、白馬や利温泉ルートを案内している。金子、27ページ、白馬村公式 HP、白馬大雪系の一時通行止めについて、 長野県ホームページ2017年8月4日、閲覧日本放送協会。長野白馬村、白馬大設計大規模崩落で通行止め。NHK ニュース。2020年9月20日閲覧。ありがとうございます。